EMTG ミュージックをご覧の皆さん、こんばんは。ヤバイ T シャツ屋さんです。よっ。 EMTG ミュージックといえば尺が何秒でもいいでおなじみ。あ、そうなんですか。やったー。いつも何分でもいいですよって言われるから、うん、どれぐらい喋りましょうか。今日は6分半喋ります。おー、いいぞいいぞ。ヤバイ T シャツ屋さんの小山です。柴田です。森本です。今日はいい感じの椅子の方に座らせて、はい、真っ赤ですよ。真っ赤は、はい、もうどうかしてるやん。ちょっとガイタレみたいな座り方します。はい、ガイタレみたいな座り方しました。ありがとうございます。というわけでですね、今回のカミングアップアーティスト2017にヤバイ T シャツ屋さん選ばれたということで、イエーイ、嬉しい。ちゃけすぎ、ちゃけすぎ。イエーイ、嬉しいですね。嬉しい。カミングアップアーティスト2018も選ばれたいです、ね。お、続けて。2年連続、はい、すごいな。異例のね、異例の2年連続選ばれたいなって思って、そういう活動を、はい、来るか後編か、来るか後編かっていうのを1年続けたいと思います。カミングアップをね、はい、カミングアップを、はい、来るか後編かをね、続けるのが一番楽しいからね、それがね。はい、というわけでですね、今後の EMTG ミュージックに期待することとは何ですか。やっぱちょっと仲良く、仲良く、うんうん、癒着してほしいですよね。あ、すごい。ヤバイ T シャツ屋さん仲良くって言ったのに、癒着してもらいたいなと思って。せっかく仲良くって言ったのに、あの、そうですね、週2でインタビューとかしてもらえたらいいなって思います。週2でインタビューして、週2、月目でね、月目でね、うん、はい、間挟むよね。まずわざわざ一回家帰るんで、はい、月目でお願いします。お願いします。はい、最近のリリースです。最近のリリース、直近のリリースは、昨年にアルバム、はい、We Love Tank Top が出たです。出たです。メジャーファーストフルアルバム出たです。出たです。はい、そして4月の5日に、はい、いつか、あの、某日、某5日っていうのと、いつかっていうのをかけて、ま、4月に、シングルが出ます。タイトルは秘密です。はい、楽しみに。楽しみに。1曲目のタイトルはヤバミっていう曲が入っています。ヤバミっていうのは、最近ありがたみとか言うじゃないですか、うんうん、形容詞化するっていう、そうね、分かりみがある、あ、じゃあ名詞化かな、うん、名詞化するじゃないですか、ありが、分かりみとか、ありがたみとか、それのやばいを名詞化したのがやばみです。お、以上、はい、流行ると思います。はい、はい、そして、そしてですね、はい、2017年の抱負です。そう、やっぱり、うん、鳥年なんでね、お、どんどんね、上がっていく、上がっていくようなフライ、うん、チキンだけ、チキンだけ、フライ、チキンだけ、唐揚げのカラッとね、おー、カラッと、よ、平成の、ね、上がっていきたい、平成のような、うん、羽ばたいていきたいと思います。鳥年だけに、かっこいい、羽ばたきたいです。さあ、どうでしょう、6分半喋ったでしょうか。そうですね、まだですか。4分ぐらいかな、まだですか、時期時期、はい。じゃあ EMTG ミュージックをご覧の皆さん、こんにちは、はい、ヤバイ T シャツ屋さんです。最初だ。ギターの小山です。ベースの柴田です。ドラムの森本です。今回の紙、もういいって、お腹いっぱい、みんなお腹いっぱい、え、チキンだけに、お、平成というわけでヤバイ T シャツ屋さんです、うん、ありがとうございました。